台をしたまま便座に座り、ついでに小をするとき、ごく稀ではあるのだけれども、ちんこが便座にくっついてしまう。それが自宅ならばまだよし、全然知らない公衆便所の、便座とかだと、なんか抵抗感がもう半端ないよ。な除菌シートがあったならば、すぐに拭き取るんだけど、ない場合はどうする？石鹸水すらない蛇口の場合はどうする？とりあえず水だけでもいいから、手のひらで少し入れて、ちんこをゆすぐ感じで持っていくしかないんだろうか。ああ、バッチリな。